サミット本番に向けて具体的なイメージを持つことができ、改めて気持ちの引き締まる思いがしています。サミットを安全にかつ円滑に進行することは主催国の重大な責務であると思っています。関係者協力しまして遺漏なく取り組みを進めていきたいと考えています。